天才ターバン8ウニさんターバン。船の中ではターバたちがいました。ターバたちは暇で暇で仕方ありませんでした。そこでラーは休憩したくなってきました。あー暇と言いながらターバは言いました。天才ターバン作者、遊ぼうよ。ターバはちっとも眠くありません。だけどラーは眠たいのでラーは言いました。ターバさん、僕休憩します、いいですか？と言ったら、いいよと言いました。たまに声が変わるんだよね。そしてラーは言いました。船の中では平和だったけど、外ではものすごく大変でした。船が変なことになっているのです。不思議かいって最低ですね。でもダーンと鳴らせば船はゆっくりになるのです。複雑ですけど、もうすぐ事件が起きようとしています。みんな誰も知らないことです。恐ろしい。普通に船が走っていると、下から何かが出てきました。おお、これは絶対毒な種族だ。怖え、海賊だ。と言って、ターバたちの船は逃げていきました。端から端に行くのに、だいたい2、3秒ですかね。でも、潜水艇はものすごく速いです。1.23秒ぐらいですかね、測ってないですけど。早いです。気絶します。とうとう追いつかれてしまいました。なんで僕たちを追うの、助けてとメンは言いました。だって、君たちの乗ってる船、イエーこの船は1兆くらいするんですよ。1兆円もするの、すごいお金持ちだ、ばさん。すげえ。ドメンは感心しました。それどころではありません。ターバたちは船を動かしました。今すぐ逃げました。すると空からパッと飛行機が現れたではありませんか。しかも全部ピンク。これ全部毒な種族です。やっぱ恐ろしい。その先に行ってみると、もっと飛行機がありました。そこから声がしました。金を渡せ、私がボスだ。早く来いよと言ったら、船が来ました。これ幽霊船？違うわ、これは幽霊船ではない、海連船だ。合わせたんだね。いい声。金を渡せと書いていたところが、なんと飛行機に変わってしまいました。これ魔法だよ。その中の一番小さい飛行機がこっちにやってきました。いい声、助けて、天才ターバの作者、今すぐ来て、SOS と言ってると、上から何かが来ました。それ間違えてる、下からって言うんだよ。ああなるほど、下からね。下から何かが来ました。そしてその船を見せなくしました。なん？多分これはお金を入れる船でしょう。この船にお金があると勘違いしているのです。なんか知ら、なんでか知りませんが、チャンネル登録してねって書いてます。これ、メンの 声じゃないの？チャンネル登録してね。うぅ、メモだよ、メモだよ、メモ
ということで、また見てください。天才ターバ Q、鬼さん TV 独占配信中です。